さんこんばんは。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ初戦、愛媛対甲州工大、この試合の模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。両チームピッチに現れます。ラインナップです。勝利の雄たけびを上げるのはどのチームなのか。心、技、体、心技体、試される旅が始まります。キックオフです。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ初戦、愛媛対甲州工大、まずは1点が欲しいところです。もう一つ前に行きたい。パウリーニ、スペース出ましたね。弾かれましたがコーナーキックのチャンスになります。ミドル、これはわずかに右でした。まあ、ちょっと遠いかなと思ったんですけどもね、まあ、攻撃の一つの選択肢にはなったと思いますけどもね。この試合初めてのシュートを放ちました。キムヨンゴ、サイドを縦に走らせます。いいボール入りますよ。これを読んでいた。シュートレンチです。おっと、ルーズボール。シュート、しかしボールは左へとそれていきます。この辺ね、外れはしましたけども、ギリギリのところ狙ってますよね。ここはルーズボール。緩いボール、届くか。このボール一気に前線へ。佐藤へ、ふわっとしたボール、斉藤へ。もういい形ですよ。前へ蹴り出します。ここはカットします。吉田、長いボール縦へ、サイドのスペースへ走らせる。いいボールですね。斉藤へ、チャンス来た。来た、シュート、セーダー。いやー、ファインセーブです。素晴らしいファインセーブですよね。甲州工大、今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。いやー、チームとしてあの状況を作ってしまってはいけないですよね。それにしてもナイスキーパーでしたね。さあ左サイドへ、ここは体を張ります。
きく縦へ。小島佐藤、体を張ったプレー。ボールを下げてリズムを作るか。ドルーズボール。パウリーニョ、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。マルティネス、さあ仕掛けてくるのか。チャンスだ。シュッ、先制。甲州高台先制に成功。美しいパスワークからのゴールでした。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。さあ、グアンジョーヘンダー先制ゴールを決めました。1対0。もう1点取ることによって試合の進め方、はい、メンタリティの部分大きく違いますからね。なるほど。スペースへ出す。ロングボールを入れてきます。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレークに入ります。前半終え1対0。さあ前半が終わりました。愛媛としては前半の半ばぐらいまではね、いい戦いをしているなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね。ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半見ていきましょう。この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね、うん、なるほど。サイドのスペースを使います。縦へのボール、ムニル、キム・ヨンゴ、カウンターを仕掛けます。ボール入りましたよ。 いいボールだ。ヘディング、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、あんま取れませんね。愛媛決定的なチャンスを迎えたシーンでした。続けてパウリーニョ、エイヒム、ここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、前半はあまり打ててなかったですからね、この後半は立ち上がりからもっと積極的に狙っていく必要もありますよね。シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。甲州高台、相手カウンターをしのぎましたが気をつけたい場面でしたね。いやシュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。パウリーニョ、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、愛媛としては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。長いボールを送ります。ここはすぐ奪い返します。ロンハオ、ここで前を向けるか。縦にボールを入れます。ムニル、味方を走らせる。パウリーニョ、長いボール縦へ。
レースを狙う。越えた。このパスが抜ける。いい展開ですね。上がる。大きく縦へ。佐藤へ。さあ、つながるか。チャンス抜けた。インターセプト。ワンギャレッラ、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。まあ、基本カルのいる 1.5 列目は一番開けてはいけないスペースですからね。その中でも特に起点となる動きをしているので要注意ですよね。相手からしたらしっかりマークについておかないと危険な選手ですよね。アーチのようなパス。シカルド・グラール、前線へ長いボール。チャレンジはしません。後ろに流す。奪い返します。まだいましょう。縦にボールを送ります。ここで笛です。1対0、愛媛敗れました。そして大事な初戦を落とす結果となりました。これは痛い開幕戦です。さて北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。愛媛としては当然初戦の重要性というのは分かっていたはずなんでしょうけども、黒星スタートとなってしまいましたね。次に向けてすぐに切り替えていかないといけませんね。そうですね。大事な大事な初戦、勝ち点3で